こんにちは、ドラマーの、黒田和義です。今日もご視聴感謝します。ありがとうございます。それではですね、今日は瀬戸さんから質問があったので、それもシェアしていきたいなと思いまして、8ビートとか4ビートとか叩いてる時にこう8小節の単位を数えるじゃないですか。初心者の字って絶対数えると思うんですね。ワンツーも叩きながらね、僕のおすすめは音程をつけて、タンタタタラタ、三二三四、四二三四、五二三四、六二三四、七二三四、八二三というふうに音程もつけて演奏する、メロディーみたいな方も歌いながら演奏するっていうふうにすると、早くこう8小節のパルスが身につきます。とはいえ数えながらやってて、じゃあ今 A やりました、次、A2 やるってなった時に、今8小節が何回目かっていうのは、8っていう数字とそれのパルスがいくつかっていうのは数字と数字が勝ち合うんですね。いわゆる落語の時そばみたいに、今何時でみたいな、4つでって言ったら4に戻って5になっちゃったりとか、そう、もう数と数だから、もう何が何だかわけが分かんなくなってしまう。これは僕もね、初心者の頃あったんですね。やっぱりどういうふうにしたか、これは僕が一緒にたまに一緒に演奏する秋田真嗣も言ってましたけど、秋田真嗣君ピアノね、彼はA ちゃんのバンド叩いてる、ピアノ弾いてるんで、 A ちゃんのバンドってジャズだと4小節とか5小節8小節とか4のパルスでやってるはずなのに、 A ちゃんのバンドって3の倍数多いんですって、繰り返しが。でも混乱するっていう、まあそういう時も多分皆さん同じような、あ、俺もそういう風にやったなっていう答えがあったのでお教えすると、演奏してる時僕はタムをこう、やっぱツータムだったので、ツータム、もし1個足りない人はバスドラも含めてもいいと思うんですが、数えてる時の一番最初にそのタムを見ます。ワン、ツー、スリー、ツー、で、次はこのタムを見てから始めるみたい。そうするとその数字じゃないので、あ、これ見たな、さっきこれ見たばっかだな、これ見たばっかだなっていうことで、ここまで来たら4だなっていう感覚で、その数字が、わかる。なんかまあ別にこれタムじゃなくても、まあ、シンバルでも全然構わないですし、例えば、こういうものでも構わないと思うんですが、数字と勝ち合わないように違うものをこう見た、目から入ってきた画像の、情報と数字の情報を分けてしまうというのが、これはまあ1234、2234数えてる時、1234、2234、1234、2234っていうのはちょっと、まあこんだけちっちゃいパルスはやっぱ数字で数えるんだけど、まあ歌を音程を乗せながらね数えるんだけど、それ以上の大きいところはこういったものを見て、で例えばこれがここまでいったら、それをさらに何コーラス目かってやるときは、ここがコーラスの頭で234ってやって、次2コラス目の頭です、234ってやってみたいな感じの工夫をするといいかと思います。とにかくドラムは今どこやってるか分かんなくなってしまうと、ドラマーが分かんなくなってしまうと、とにかくこういろいろ不都合が起こるので、演奏してる時は今度だんだん耳で返ってくるようになるんですが、その耳で返ってくるようにするためには音程をつけて歌うしかないですし、まあいろいろ複合することはあるとはいえ、まあこう8の単位が今いくつ目かっていう時は、昔僕はこういうことやってましたよというシェアでございました。はい、今回以上でございます。役に立ったという方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。こういった、ちょっとした、ドラム音楽の気づきなんかを毎日毎日配信しているメールマガジンがありますので、よければ詳細欄から、メールマガジン登録してみてください。以上です。ありがとうございました。